聖書があるならばフィリピッションを開けてください。そこから始まるような気がします。まあ、今ではなくても、後ではフィリピッションのところを話したいと思っています。今日はいくつかのですねことを話していきたいんですね。1つだけではなくて、いくつかの話をしたいと思います。でも、何か今日はとても。 ある出来事が起こった日たったので、とてもまあひどい出来事でしたね。国の中でいくつか起こりました、ニューヨーク、ニュージャージー、そしてミネソータ。そのことが分からなければ、どうぞ後でニュース見ていただきたいんですけれども、そのようなことが起こるときには、自分がですね今日話したいなということですね、そういったことがなんか自分を動機づけるんですけれども。 えじゃあですね、まず最初に立ち上がって、この国のために祈りましょう。私も話しますし、ちゃんと話すことありますけど、まず祈りましょう。私はあまり期待してなかったんですけど、朝起きたときに思いがパッてきたんですね。今日何が起こったんだろう。 何が起こっているんだろうと思ったんです。何か悪いことが起こっていることを期待してしまうと、そのことが来る中にもそれが解き放たれてしまって、それがスタンダードになってしまうような気がするんですけども、そのことを祈りたいんです。私たちが希望を国の中に語ることができるように、私たちの国に対して、その敵が攻撃してくることに対して対抗して祈りたいと思います。 3つの町が攻撃されましたから、お父さんは私たちに乗ります。信者として、イエス様を愛する者たちとして集まって乗ります。人々が希望を持つことができるようなどのような状況の中においても、どんな状況になっても希望を持ちますように、敵の私たちのクレーンの攻撃、対抗して乗ります。私たちの軍の力、これらのこといろいろ起こっています。先月とも起こりましたけども、もう,もう十分だとイエスと見られて宣言します。 このことで足場を作ることをさせない、国の思いの中に足場を作ることができない、その壁の裂け、えー、目に立って取りなしをします。私たちの国を癒してください。癒してください。ですから勇気が立ち上がること、教会の中に勇気が立ち上がること、キリストの体に立ち上がること、私たちの家の中で隠れるだけではなく、家から出て行って、 癒しを助ける、回復を助ける、私たちの苦の道で行って働くこと、私のために祈ります、政府のために祈ります。その公の役所とかルナとかで働いているところにその、恵みと力、知恵、このようなひどい状況の中で進むことができるのか、祈ります。エスの何によって祈ります、メンどうぞ、座ってください、え。ー 先週の日曜日の朝ですね、話しましたけれども、何かあんまりこうはっきり分からないような,こうなんか旅をしながら、あっちぐるぐる、こっちぐるぐるような感じで話したと思うんですけれども、時々私の教えというのは、ですね何かこの道を歩いていて、何が出てくるか見ようかなと思いうのうこともあるんですね。それは先週の日曜日の朝でしたけれども、私たちは、 そのタイムレスムーブメント、その永遠の動き、ムーブメント、そんな話をしました。全部読みませんでしたけども、どうぞそのこと聞いてない方は、ポッドキャストとかでどうぞ聞いてください。私が聞き終わりたいこととのそのつながりもそこから見ることができます。先週の日曜日のところからとつながっているんですけども、2つの言葉。 モーーションンムーブメントま2つとも動きというようなことですけども私たちが永遠の流れ動きの一部であるということあなたと私は今自分たちがいる流れの中だけではなくて福音イエス・キリストの福音というその流れそれを時間の外にあって神様のここで始まったものですからで神様が時間を作ろうと決めて人を作ってそこに置いてということですからその ムーブメントというのは神様の心が現れているもの、その中に私たちがいます。時間の外で始まり、今時間の中にあり、でもこのムーブメントというものは終わらないんです。終わりと始めがない神様から始まりましたから、そういうものです。私たちが時々その一歩下がって、特にこの忙しい近代においては、全体を見ること。 歴史的な視を持つこと。歴史ということは私たちあまりよく分かっていないことがあるんですけれども、少し後ろに下がって、でも自分たちの文化というのはすごく早いペースでいろいろ作っている文化ですけれども、私はそういうのをとても好むですね、ニュースは何だろう、一番新しいのは何だろう、よく思うんですけれども、でも同時に、福音というのはトレンディ流行るものって、 流行って終わるそういういものではないですその流行っているものっていうのは売れるけど残らないよという話もしましたね。私たちが使えている神様という何かそのとても新しいトレンド、そういったものではないんです。何かこう、みんながわあ、すごいと思いのものでもありますけども、でもそういうものではないということ。その話をしました。今日はその会話を続けていきたいんですね。ムーブメントというところに行きますけども、今日はイエス様がムーブメントであるということ。 そムーブメントというのは重要であるということ。イエス様はムーブメントです。ムーブメントはエッセンシャルです。ムーブメントというのは新しい領域ということで、すそういう話をしていきたいと思います。ムーブメント、動き、運動という言葉ですけれども、私たちが使えているイエス様。イエス様が動きなんです。ムーブメントであるということを知ってください。 気がつかなかった人いますかイエス様に入っていたときに、でもその後に何が来るかみんな分からなかったと思うんです。例えば何もしないということのために入った、そうではないと思うんです。イエス様、あなたが私の人生の主ですと言ったときに、あ、何かもう終わった、そう思ったかもしれません、そうではないですね。これはもう一生とか、永遠の旅ということ。いつも変わる。いつも 引き伸ばされ、いつもいろいろな方向で引き伸ばされるということ。イエス様は動いているムーブメント、運動です。何か執着点ではないんですね。あなたがイエス様に入ったとき、それはもうシートベルトをカチッと入れて、はいと決めたところなんですね。そこからもうエアバッグもちゃんとついてます。大丈夫ですよ。時々そういうバットを当たっちゃうときもあるんです。イエス様はムーブメントです。イエス様は。 何か素敵な静まっていて静かな日にお散歩だけしているそれだといいなと思うけどでもそうではないんですねそういう場合ではないんですイエス様にイエスと言った時にはイエス様はいつも動いてますから。 大人しく座っている方ではないんですね、いつも動いています、それは聖書で見ることができます。イエス様はいつも動いています、2016年動いています、そしてこれからも動くのです。ですからとても重要なんですよね、私たちがイエス様に入っておいたときに、多くの動きに準備してください。 もうそれは神様イエス様が来たらそれも一緒に来るというものですねフィリピ書3章開けてください少しここで土台を立てたいと思うんですけども12節 私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして、追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分をすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ、この一時に励んでいます。すなわち、後ろのことを忘れ、ひたむきに前の者に向かって進み、キリストイエスにおいて上に目指してくださる。 神の栄光を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ですから、成人である者はみんなこのような考え方をしましょう。もしあなたがどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして私たちはでに達しているところを基準として進むべきです。 イエス様はムーブメント運動です動きです続けて動いています興味深いんですけれども想像というのは今でも作り続けていますそれは神様が光をあれと言ったからです今日まで私たちは神様が光をあれといったことの全部の結果ということは私たちは分からないんですよね神様が言ったことでできたこと想像 というのは最初に言葉が出た時からずっと作り続けられています。いつも動きがあり、いつも稼働しています。あなたの DNA の中ではそこにコードがあります。それは あなたも動かなければいけないということなんです。書かれているんです。あなたの DNA の中に、コードに、いろんなですねコードが書いてあると思うんですけど、あなたは動き続けなければ死んでしまいますよということ。人類のエッセンスですよね。イエス様についていくことの中心なことです。私たちはいつも動いています。生きているということはいつも動いているということです。パウロも言っていますけれども、ピリピション。 のとこころでう言っています私はゴールに向かって前進していますというところがあります。他のところは信仰、ね、のレースを走ってますとも言っていますね。そですから、いつも動いているということのアイデアです。神様は光をあれと言ったら、もうそれからずっと起こり続けているということです。 イエス様は動きです、ムーブメントです、運動です、とても重要なことです。ある方、とても私たちの家族に近い方たちがですね、ひどく病気になって病院に入院しました。状況がややこしくて、いろいろなテストをしたりしましたけれども、でも結果的にはあまり何が起こったか分からなかったんです。一つ分かっていたのは、その方はとても痛みがあったということ。非常に痛みがあったということ。 もう我慢できないぐらい。彼女がそのような痛みをですね抱えて頑張っているのすごく苦しかったんです。ですからたくさんの鎮痛剤を与えました。もちろんですね人生にすごく痛みが多いからその痛みからの休息が必要な時もありますけれども、でも何が起こったかというと彼女は。 戦うというですね。意思を失い始めてしまったんです。彼女がその戦うという意思を失ってしまった。彼女の体が少しずつシャットダウンしてしまって。その萎縮してしまう体が縮まってしまう。そのようなことが始まってきました。そのプロフェッショナルなスポーツ選手の人たちであっても、その日々のエクササイズから1週間ぐらい休みを取ると萎縮が始まるそうです。 自分もそうですけども、まあ、6、8、12ヶ月ぐらいですね、しっかり運動をして、心肺機能も良くて、筋肉も良かったんですね、とても活走的でした。でも 4週間お休みをすることになりました。何かが他の用事がありましたから運動ができませんでした。そして帰ってきてバスケットボールをしようと思ったらもう走ることも難しくなったんですね。もう何週間かいなかっただけですけども、本当に後悔しました。もうすごく後ろに下がってしまったんですね、自分の体が。人間の体というのはですね、デザインされています。それはいつも動いていることが必要なようにできているんです。ですから、そのフィジカルセラピストの方たちいますけれども。 その人々と働くときに、特にその高齢のです、ね、患者さんたちに対しては、難しいと思っても体を動かし続けるんですね。そうでないと、他の問題が出始めるんです。分かりますかですから 私たちの,その友人の話に戻りますけれどもその鎮痛剤が結局彼女の,その生きるという気力を失ってしまって少し萎縮してしまって体がシャットダウンしてしまったんですですがそこでどういう決断をしたかというと鎮痛剤をやめるということでした生きるための戦いをするのにその痛みがないとできないとそうなったということなんです。 そして痛みがまたやってきて彼女が痛みを感じた時ですけどもねでその、えー、セレピストの方は自分たちの友達だったんですけどもまあ強制しているように見えても仕方ないぐらいのね心さを持って彼女をベッドから出し廊下を歩かせました痛みがなければそれをすることはできなくてそして彼女は結局それによって救われました体というのは動きを必要とします生きるために 体が動かされれなければ生ききることもできません痛みもありましたけども生きる戦うという意志が返ってきました今彼女のその話を聞いたらですねあれすごく大変だというともちろん言いますけれどもでも結局彼女それによって生きることできました動きたくなかった時にも強制されるようにして動いたんです私こう考えるんです私たちもしかしたらスタックしている前に進んでいないそう思うかもしれません 痛みを感じたらもう動きたくないもうこれでおしまいだ頑張ったけどもうできないよもうただここにいるだけにしようでもそれはできないんです。 あなたの命というのはあなたが動き続けること痛みがあっても動き続けることによって生きていけるんですあなたの将来というのはあなたの意思を持って動き続けるということによって受け取ることができますイエス様に対して「はい」と言った時にですねすごくこう大胆なジェットコースターに乗ったようなものですそれにサインアップしたようなものです動きムーブメントにサインアップしたようなものですいつも動いている状況に「はい」と言ったようなものです パウル言ってますよね。私は前進しています。信仰の戦いを走っています。レースを戦っています。ある方たちの中にはちょっともう萎縮が始まっている人がいるかもしれませんよ。じゃあどうしたらいいんだと思うかもしれませんけども、またカンファレンスに行って、また教会の礼拝に来るんですかそうかもしれません。ただあなたは行って何かをする必要があるんです。どこかに行って出て行って何かをする必要があるんです。 私皆さんよりもですねエキサイティングしているのは明らかに分かると思うんですけれども聖書を言ってますね栄光から栄光に作り変えられるいつも前進する動きがあります神様の武具というのは背中の方には何もないって分かってましたかなぜならばあなたは前に向かって進むべきだからですそのようにしてあなたはデザインされています あなたが立って何もしないでいるということは、選択には本当は入っていませんよ。そういうふうに感じしないんです、やりたくないんです、もちろん、でもそれね、すみません、選択ではありません、選択ではありません。 今日日ややる気がなかっったら明日の朝やってください何かすするんです何もしないという状況で長くいないでください。多くの信者がただそこにいるけど何もしない。でもそれ気が付いてないんですね。あなたの霊的な健康というのが、またその体の健康もあなたが動き続けること、前進することによってのみ持続可能であるということ。 アラノであっても、神はイスラエルを前進させ続けましたよね。前進する準備ができてないのに、ただぐるぐる回ってなさい。とにかく動きなさいと。神様はスマートですよ。賢いですね。40年間、同じ場所にキャンプをさせるわけにはいかない。それは彼らを殺してしまう。だから40年間動き続けましょう。彼らが思いを決めて、あ,あ、もう今、約束の地に行こうと思うまで。神様がですね、あなたをアラノの中、 いませ忙しくさせているかもしれません。でもそれだからあなたは生き続けることができたんです。ムーブメント、動きというのはそのことですね。生きるために動き続けなければなりません。教会が前進するのをやめたときに、何か過去というのが私たちの終着地点になってしまいます。教会が止まってしまったら、前進をやめてしまったら、過去をもう一度作ろうとしてしまいます。 ナポレオン・ダイナマイトとす,すごくまあくだらない素敵な映画があります。私、それ見たんですごめんなさいね。本当にすごくなんかこうバカバカしいコメディーだと思うんですけれども、その映画では。 まあ後でもちょっとでモチレ的な話しますけど、とりあえずこの話をしましょう。お互いで使っている言葉がありますよ。映画の中では、アンクル・リコ、リコおじさんという人が出てくるんです。リコおじさんは、私、すごくその人で笑うんですね、そのキャラクターで笑います。彼はまあ中年の男性です。そして、 なんか高校生の時に運動部でスターだったような感じだったんですね。でも今は30代後半、40歳ぐらいで、彼がいつも映画に出てくる時に、彼はいつもですね高校時代はこうだった、ああだったということしか言わない、その映画の中で。 ああなんかその時に自分が出ていたらそれはチャンピオンだったよとかそのようなですね過去の栄光の話過去の話ばかりするんです自分の家族ではですね冗談がありますあああなた今そのリコおじさんになってるよっていうんです本当ですああなんかリコおじさんみたいにしゃべってる信じられないそんなになっちゃってるなんて自分の妻はですねいつも冗談で言うですね ああそこに今アンクルリコがいるよなぜならば私たちが前進していないならば過去の話をするんですああいうふうだったよこうだったよと言ってしまうんです何か自分が他の人であったようにしゃべるんですでもそんなことをしていると過去があなたの執着地になってしまいますですからコ工士さんとしているのをやめましょう本気ですよ教会は もう本当ですねいっぱいそういう人たちがいるんです。あれが起こったとき覚えてる <laughs> でも僕は思うんですね。何それ前を見て何に先があるのか見えないんですかリコージさんなのでやめましょう。あの半分ぐらいいしか笑ってないんですねでもこれは自分にとっては良いポイントだと思ったんですけど、うん、いやその映画見てない人はどうぞ目に入ってみてくださいね。 最初はくだらないと思って嫌だと思うんですけど、2回目見たら笑えるんですね。本当に良いですねバカバカしい映画ってそういうものですよね。本当にバカバカしい映画というのは、少なくとも2回見ないといけないし、本当に良いバカバカしい映画だったら10回ぐらい見えます。言いたいことは、前進することをやめることはできないんです。過去がこうだというと話しているならば。 それは何かですねトロフィーのようになってしまいまいす私はそのプロの運動選手、リタイアしたときのことですね、そしてその後に彼らが何をするのかを見るのとても興味があるんですね。その方たちはすごくですね訓練する人たちです、ドリブンなんですね、そういうことを導かれている人たちなんですけども、普通にしていてそこにいたわけではないんです。 もちろんいろんなですね理由があってその有名になるというところまでスポーツ選手上がると思うんですけれども大体みんな非常にその目的のために訓練するということができる人たちなんですでその大体リタイアした後はですはそれを急にやめるので何かこの目標を持って進むというところがなくなってしまうのでクラッシュしてしまうある方たちはそのシフトをすることができるんですね自分がじゃあ何を狙うのかどこに目標をするのかとそのような感じの方たちはいるんです リタイアして15年20年経っていくともう彼らが過去にやったこと話されますけども自分たちはもうそのこと話さないんですね。このことをやっていこうこのことをまたやっていこうみたいにそれを私見るの好きなんです。 あなたと私たちはですね、前進することを学ぶ必要があります。自分たちが経験した最も大きな勝利からまた前進すること。何か間違った意味でですね、動くというわけではなくて、前進するということです。とても重要です。私たちの本質で私たちの DNA ですから、それをしないということはないんですね。ですから、リコおじさんのようにならないでいきましょう。昔の素晴らしいことばかりではとどまらないようにしましょう。 何か興味深い調査がありますけれども、どれが今、12年ぐらい前の話ですけれども、リーダーシップカンファレンスにいた私の友人が、スピーカーを呼びました。リーダーでその30代に入ったら80、80%くらいの方が成長をやめてしまう84、84%のリーダーが成長するのを30代に入ったらやめてしまうというんですね。 テリー・ローズベルという人がですね私のヒーローでもあるんですけれども、彼が亡くなった時にベッドで本を読みながら亡くなったそうです。彼の人生をずっと学んでいた。成長していた。前進していた。私たちどうやって前進しますか神様が神様であることを許すことです。神様が神様であることを許すことです。聞いたことあると思うんですけれども、ヨハネの15章のところですね。のの畑の 枝とか農夫とか農夫のゴールはもっと身を結ばせることです。そしてあなたをケアしてあなたを取り扱い、プルーンしてきれいに掃除し新しいディレクションを与え神様真の農夫の動機というのは ブドウ畑を管理することです。そしてそれを結果的にもっと多く実を結ぶということです。あなたが前に動くという動きが欲しければ、神様が神であることを許して、神様が私たちのブドウの木であることの世話をしてくれる方であることを許す必要があります。あなたがイエス・キリストに従うときに、あなたがやりたくないことをやるということも要求されます。 それがあなたにとって新しいことかどうか分かりませんけども、これは真理ですね。求められます。あなたが本当に単純にやりたくないということをやれるように言われますね。それは農夫が刈り込みをするためとかで言うんですね。エリックさん、ここにいてこのことをしなさいと言うんです。はい、そんなことは十分話してような気がします。 3つ目、ムーブメントということは新しい領域です。動きということは新しい領域です。DNA の中で、コードの中で。前進するということが書かれています。人の働き。まあ、聖書全体そうですけども、特にその働き。興味深いんですね。そのように考えて読むときに。教会が成長する。 人々が出て行った時に教会は非常に成長しました。壁の外から出て行って、文化、コミュニティ、人々に触れたとき、教会の最善はその時にありました。歴史のところに何かが起こって、教会というのが、屋根、建物、礼拝ミ、ミーティング、それになりまして、私それは全部好きですけれども、でもそれらが執着地点ではありません。教会は 新しい領域に出ていっているときに成長します。あなたと私たちが人類に仕えるときに私たち成長します。花が咲いていきます。私たちが福音を語るときに反映します。あなたと私が変えられている、思いが新しくされている。そのとき私たち成長します。なぜならば前進するからです。それは健全なんです。キリストの体、歴史で何かが起こり、教会というのは、 文化から離れ、世から離れ、イエス様が世の中にいたくないと思っているかもしれない。私たちが世の外にいる。そしてビルを建てて、どこかで会っている人たちという,ふうになってしまった。何が起こったかというと、流れから出てしまった。でも私たちは文化の中にいるはずだったんですけども、でも今、多くの私たちが追いかけている、遅いけれども追いかけている感じ、教会と文化のギャップを縮めようとしている。 私たちは地の主匠ですから、防腐剤です。味付けがあります。私たちが拒絶されているならば何か欠けているんでしょう。余が教会を拒絶しているならば、私たちがどうやって防腐剤になるか、また味を出すか、それが分からないからでしょう。何年とかっていう、そういう,こということはできませんけれども、教会は活動的に文化と社会に入っていて、 保ちそしてて味を与えています今私たち追いかけているような気がするんですね過去の10年15年のどのようにしてその文化に対してとどまってしっかりとつながっていることを学んでいると思うんです多くの人たちがその中に出ていってますよね教会が新しい 領域を見つけて出ていっている方だと思うんです。その宣教という考えがあるときに教会は健全です。教会が最も健康なときです。人々がどの国に私行ってほしいか神様は分からないけど、難しいところか分からないけど、でもあなたに「はい」と言いますよ。あなたが行ってほしければ私も行きます。それが起こるとき私たちは健全です。私たちは前進します。新しい領域に出ていきます。 私たちが最も健全な時です。分かりますかそこに私たち立つべきです。それがとても大事なことなんです。気がついてほしいことなんです。新しい領域に対して向かっていなければ、私、あなたの霊的な健康さに対して、また体の健康も心配します。あなたの DNA に書かれているからです。あなたは出ていく、何かをする。新しい領域に出ていくはずなのです。 まだマップがなないようなところにも出ていくんです神様が私たちを連れて行きたいところは Google ア a スも使えません。まだ見方も分からないんです。神様が本当に私たちを連れて行きたいところ本当に新しい領域です。まだ見つけられていません。その下書きもありません。そのようなことを神様が私たちを前進しなさいと言っておしているところです。どのように見えるか分からない。私もそうです。でもとりあえず行ってみましょう。 どうやってそれが働けるって分かるの分からないです。 人々がそれ好きじゃなかったらどうしましょういや、そんなこともあとでやったら分かりますよな。何が待ってるか分からないけれども、分からないところに動いていく。神様がそのことを DNA に書いているから、私たちがそれをするときに私たち健康なんです。政治の中に三國が入っいるどう見えるんですか分かりません。これから見つけます。三國がエンターテインメントの中にいたらどう見えるんですか行ったら分かります。 ミステークもありますけれども、でも私たちも追いかけてるんですよ。知られてないところです。新しい領域なんです。三国が街に来た、どうなるんでしょうか。何年か経ったらまた話すことができるでしょう。なぜか。人々が来て、どういうふうにして見えるかって、けど分からないです。やらないと分かりません。やったら分かるんです。 こうなると思ってやったけどできなかった。でも今やってることがちゃんと効果があるようだから今それをやってるんです。そのように言うことしかできません。分からないこと、新しい領域、下書きというものはないんです。その下書きというのが新しいこととしか書いてないんです。私たちはいつもそのどこかに行くのに下書きがなければいけないわけではありません。私たちがチャレンジです。モダンデーの文化です。 計画がないんですって言うかもしれません。イエス様いいでしょう。そんなことを気にしません。私が計画ですよとイエス様いいでしょう。モーセがですね、どうして彼らが分かるのかと聞いたら、神様、私は私であると言っただけですね。まあ、モーセはそのような答えを期待しているわけではなかったと思うんですけども、でも神様は言ったんですね。私は私である。 大丈夫ですよと。神様の計画はそれです。私があなたと共にいるということだけ話しなさいからあれが必要なのはそのことであると。ムーブメントというのは新しい領域です。どのように見えるんですかまだ分かりません。言ったら分かります。キリストの体、人々、新しく作っています。プランニングというものがないので、私たちはそれで人々を止めようとしてしまいます。キリストの体として、 あるところは作る、あるところは作らない、そのように違いがあるんです。それが体の美しさです。この体というのはそういうふうに働くんですね。ある体の器官は動きますけれども、あるところはそこにいるだけなんです。えでも、ただあるところの体をです、ね、血が流れていくんです。私がすることはその血を流す、それでもいいんですね。 動いていくということは新しい領域に入っていることです。チャレンジします。個人的にもそうです。共同体でもそうです。あなたは新しいところを取りに行かなければならない。新しい領域とは何でしょうか 大きいんですよ新しい領域。あなたの心の小さいところであって、神様がそこに触れたことがなかったってことうかもしれません。国かもしれません。神様が開いていることかもしれません。そのような広い範囲のことです、新しい領域というのは。とても難しいことは、国が変わっているとか、すごい証しとか、信じられない証しとか、でも自分がそこのシーズンにいないときにそれらを聞くのは苦しいですよね。 もう自分、このこと話したくない、すごく神様に心を探られていたいと。でも、それがあなたの新しいテリトリーです。神様が新しく開いているところです。私は今、あなたのそこを開きたいと。でも、自分の友達はみんなどこかに行って世界を変えているんですよ。それはその人の新しい領域ですよと、神様は言うでしょう。心の問題から。 この地上を変えていることまで、そこにあってどちらにもその新しい領域というのが適用されます。タフですよ、難しいですよ。ある環境によって本当に素晴らしい証しを聞きますよね。私たちがいつもやりたいと思っていることの話を聞きます、証しなんです。なのに、例えば自分の牧師が今、公にやっているにそれ全部休んでとか、どういうことなんだろうと思うかもしれません。でも神様はですね、あなたの心を見てます。そしてもっと多く身を結びたいですよと言うかもしれません。 あなたが今その心を対処するならばこれぐらい身がなりますよと。だからムーブメント、動きというのは新しい領域のことです。パウロは世界中で福音を語りました。あそこに行く、ここに行く、あそこに行く、ここに誰か人を送ってください。彼はいつも動いていました。うん、イエス様はあんまりじっと座っていませんでしたよ。もちろん バケーションを取って山に行ったりとかですね、祈ったりしましたけども、でも、イエス様が祈りが終わったら本当に止まらなくずっと動いてました。とても興味深いんです。ヨハネ、書いてあるんだけども、ヨハネの15章ですね、16節のところで、弟子たちが言うんです。あ、イエス様、今あなたを信じます。というんですね。 おかしいですよね、これは。3年ぐらいもイエス様を従ってきた弟子たちが言うんですよ。あこの人おかしいと思ってたけど。ヨハゆ15章になって、イエス様の人よみがえりのところのそんな遠くないところで言うんですよね。時間かかりましたよね、弟子たち。言うんです、よと。主を私たちはあなたを信じますと、弟子たちが言って、イエス様、あやっとあなたも私を信じるなと言うんです。 なんかちょっとお,おかしいなと思うんですけども、この弟子たち、イエス様を従ってきましたけども、でもあるとき、え、本当にこれ、彼がやってることなのかと思ったかもしれないですよね。ペテロを超えましたかね。あなたが血を飲んで、肉を食べてと言ったことはよく分からないんですけど、とか言ってたかもしれないですよね、ペテロだったら。 イエス様は動いています。動いているから新しい領域に入るんです。新しい領域になるんです。メジャリングシステム、測るためのシステムということを話しましょう。前進するために。例えば今、グラフがありますよね。そのグラフが上がっていく、それが続いていける感じですね。そのお金がどれくらいかかるかなとか、そのようなことを考えてやっていくかもしれません。 グラフでで見るることができるかもしれませんそれはそれでいいんですけどもでも三りの測るシステムというのはグラフじゃなくてそれはなぜならば増加とか人数に考えますけど三りの測りというのはですね命の品質ということを考えるんです。時々私たちはこれぐらいのことができたら前進しているとか成功しているとか。 上手にできているとか、何かを達成している、それは真理,真理ですか本当そうかもしれません。でも、味方が数ということですよね。でも、数はあなたを動機づけることはできません。でも、あなたに動機づけを与えるものというもの、また前進するもの、それは命です、人生です。命がある、人生が起こっていたら、こうなるでしょう。エゼキエルの47章。 エジェクエルの47章9節ぐらい呼びますけれども彼は私を神殿の入り口に連れ戻した見ると水が神殿の敷居の下から東の方に流れていた神殿が東に向いていたからであるその水は祭壇の南宮の右側の下から流れていた次で彼は私を北の門から連れ出し外を回らせ東向きの外の門に行かせた見ると水は右側から流れていた ここれは宮のことですね水が流れていましたというところです。3節その人は手に測れ縄を持って東に出て行き1千キュビットを測り私にその水を渡せるとそれは足首まであった止まりましょう千キュビット歩きました。で水の 量を測りました。そしたら、深さは足首まででした。4節。彼がさらに1キュビトを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに一千キュービトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。宮から遠ければ遠いほど水は深くなります。宮から離れば離れるほど川は広くなります。 5節、彼がさらに1000キュービットを測ると渡ることのできない川となった。水かさはマッシュ泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。彼は私に人の声あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った、この水は東の地域に流れ、あらばに下り、海に入る。 海に注ぎ込むとそこの水は良くなる。この水が流れていくところはどこでもそこに群がる。ある生物は非常に多くの魚がいるようになる。この水が入るとすべての水が良くなる川である。その川が入るところではすべてのものが生きる。一節から九節まで呼びました。私に数いいですね。前進すること。自分の個人の人生。 上がってていきまますす前進し栄光から栄光へ私そのこと感謝してます家教会ムーブメント感謝してます増加してます全てのキャパスティンにおいてでそれですごく今度励まされてますでも動機ですね動機神様の家から水が遠くなれば遠くなるほど深くなります川が大きくなりますそしてこの水が触ると全ては生きるんです 想像してください。私たちが成功というものをこの教会という建物から遠くなればなるほどそして水は深くなるそして豚は繁栄している例えば川が流れているから。 分かりましたか湖ではないんです。沼ではないんです。止まっている水ではなくて、動いている、生きている川なんです。だから、神様は教会に注ぎ、キリストの体に注ぎ、出ていかなければならないんです。そうじゃないと、沼になってしまって水は臭くなってしまいます。そして変な虫とかがそこから生きてしまうんです、ね。ですが、とても重要なことは、水、私たちは新しい領域に出ていくことが必要です。私たちが 地図を持ってない、下書きを持ってない、聞いたこともないようなところに行くときなんです。話しようと思っても全然分からないよということに行くことです。じゃあそれが私たちの行くところだねということになるべきです。このように働きます。動き、ムーブメント。イエス様に入っておいたときからそうなるんです。あなたが行くところは前に誰も行ったところはないところですね。ルカの9章 ルカの旧章というのはすごくこうまあバカバカしいというかですねとても驚くような選挙力のことが載っているところです退屈になってしまった時には自分はルカの旧章を読んではははと思うんですねワクワクするんですイエス様が弟子たちを連れていくところですけれども46節ぐらいからはですね今度人格のことを取り扱われているんですけれども じゃあ今このことをやりましょうということをやっているんでしょうかね。10章に行ったら、じゃあ,あとはいもうあと70人、弟子を増やしましょう。10人だけではなくて70としましょうと言ったと思うんです。イエス様は本当に個人的なレベルで人々を導いて前進させていたと思うんです。この部屋にいる人たちは、ある部分長く座っているかもしれません。動いてないかもしれません。前進してないかもしれません。霊的な筋肉を使っていないかもしれません。 何かですね、何もしていないというようなことでは、ちゃんと正当な理由があったかもしれません。人生が大変な時なのかもしれません。助けはあなたが前進することです。立ち上がって、以前やったことがないことをする、それがあなたを助けることです。その中にあなたを自由にするものがあります。例えば、うつで苦しんでいるならば、他の人に使えてください。出て行って、どこかに使えてください。 自分からその焦点を話してみてください。人生が難しいと思っている人は与える必要があるんです。えー、生徒さんたちに言いましたけども、たくさんの進学とか考え方というのは、もう180度変わる必要があるかなと思っているんです。私、ま、たちの進学というのは、なんか後ろ向きに私たちはさせてしまう。多くの祈り、動機。 自分中心私が何を受けることができるか自分のビジョン私の心私私私,私ファインディングにも出てくるですねかもめが出てきますよね。 私、その映画大好きなんですけど、ミー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 って言ってるですね、カモメなんですね。皆さん知らないんですかあれはよく映画ですよ、ファインディングにもですけど、いつも言うんですね、ミー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 、私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 中心の進学なんです。だからその進学を逆にしなければいけないんですね。だから自分中心じゃなくて、イエス様が中心、そして人々が大切、そういうことなんです。自分がですね、アイデンティティが危機を感じる時ゃないか、自己中心になってるんです。自分の目がですね、イエス様に完全に向いてる 時は自分ののアイデンティティィ危機とかを感じませんもうあ,あやっぱりやっぱりイエス様なんだよ。簡単に忘れてしまいましたよ。自分が自己中心になってたことは気がつかなかったよと思うんです。でもこのことは本当にシンプルなんです。前進したらシンプルになるんです。すべてはイエスのためということに気がつくんです。だから前進するということはとても大事なんです。いつも前に動いていく。もう自分のためじゃなくて、いつもそれすべてはイエス様のためとなるためです。どうぞお立ちください。 ある話をして終わりましょう。マルティン・ルーサー・キング、私のヒーローの一人ですけれども、その,ーーの公民権運動の時でしたけれども、その運動というのは人権運動として国のレベルまで上がってきました。ジョンソン大統領の時だったと思うんですけれども、その キング牧師とその大統領、またそのえ一緒に働いていた人たちですね、リーダーたちが何か話をすることになりましたけれども、どのような決断がされたのか分かりませんけれども、でも公民権運動も壁にあっていて、なかなか大変な状態で。でもそのですね、プレジデントがこんなことしたの信じられないとかいろいろ会話があって、そして多くの否定的な 大統領に対しての言葉が出されたと。で、えー、キング牧師はテーブルをバンと叩いてこう言ったそうです。誰か一人が私たちの大統領に対してその、えー、肯定的なことを考えられるまでは口を開いてはならない。そう言ったんですね。 そしてそれがとても重要な時になりました、その公民権運動に対して。一つのことで終わりにしたいんです。私たちはそこから何に学びますか私たちが動いている時には、反対に合いますよね、壁に当たりますけれども。 でもイエス様は言いましたね。人々はあなたを好まないし、問題を起こすものと言われるかもしれません。イエス様はすでに犯行があるよ、反対閣僚ということですね。警告していますね。今私たちは反対にあったとするとあ、壁がある、もう進めない、計画通りに行かない。だからもうこれは神様じゃないと思うかもしれません。ある人がその壁に当たっているならばね止まってドアを見つけて、 入っていく必要があります私すごく落胆しています。というならばですねあなたはドアを見つけて出ていってください。私は成功する理由がありません。源もありません。誰も私を知りません。行為もありません。それらの何か反対自分に対して障害であるものでも主がそのドアを,を、えー、ブレイクスルーしたいんです打ち破っていきたいんです。 神様はあなたにこう言ってますね。もうネガティブなこと言わないでください。本日の男ブなが出てくるまで、カンバセーションは終わり。 ある人は本当にそれが必要ですね。自分に言ってください。もう終わり。否定的なこと、何が足りないとか間違ってる、できないとか終わり。もう言わないでください。そのような日々終わりました。私はもう口を開いて、文句を言わずにその正しいことを言う。その正しいこと、言うべきことが見つかったら、そのドアが開いたなと前に進んでいけます。はいもう私、内閣が話しました。イエス様助けてください。みんなのために乗ります。 気がつきますように。ムーブメントの一部です。あなたがその一番先です。私たちはあなたに「はい」と言いました。あなたがムーブメントということを気がつかなかったけど、「はい」と言いました。も今日気がつきました。私たち動き続ける必要があります。その萎縮しているクリスチャンになりたくありません。そのリコおじさんには絶対になりたくないです。リコおじさんに対して「ノー」と言います。 過去の栄光の話をしません。なぜならば、これから先のことに収集中しすぎて忙しいからです。祈ります。個人的なレベルでも、またその共同のレベルでも気がつけますように、ムーブメントということは新しい領域に入っていくことです。私たちの DNA の中にそれが入っています。私が前進するということ、信仰のレースを走るということ、あなたが思いにあることを私たちに握っていきます。 あなたが良いことを始めました、だからあなたが終わらせてくれます。祈ります。ムーブメントということを私たちが受け取りますように。お父さん、祈ります。 新しい領域のシーズン、最も難しいことです。とても励まされますように、今夜の後に、休むところではなく、そのゲームをしている、試合をしている、その新しいところを見ることができるように、その心の問題から世界を変えるという大きなところまで、新しいところがあって、それ立ち上がることができる勇気が与えられますように祈ります。 私たちはみんなその中に入っています。あなたが続けて新しい領域に導いてくれますように。Google Earth もないところ、はっきり分からない、どのように見るか分からない。でも、新しい領域に対して信頼を与えてください。信頼することができますように。この地において、塩と光になって、 保ち、そして味を加えることができるように、伝道ということの理解、宣教ということの理解、それが大きくなって深くなって広くなりますように、エゼキエルの川のように、エゼキエルの川が神の宮から遠ければ遠いほど深くて広い、それ命をもたらすということ。 終わりになる前に何かその送り出すという祈りをするように感じています。とてもそのことを情熱的に感じます。この送るということを感じます。ある方たち、長く座っている過ぎた方がいます。私たち、さっき話しましたけども、多くの薬を与えられて、生きる希望がなくて何か萎縮していた。あなたがそういう人であるならば、霊的ですね、これは例えば話ですけど、その薬を取ることをやめて、 ある方たちはその痛みを感じる、でもそのことによって立ち上がることが必要です。ある方たちは、今夜が立ち上がり、動き始める、難しいとか、それをやりたいと思わなくても。 動き始めることはとても重要です。とても重要です。ある方たちは今日この時間の後にダウンタウンに行って誰かを助けることは必要でしょう。何か食べ物を買って誰かにあげるとか、そんなことでいいんです。豊かに与えることが必要かもしれません。それがあなたをもう一度導きます。イエス様がすべてだというところに私たちを連れて行ってくれます。今日送り出すことが何だとあっても、その新しい領域を取りに行くことができるように私たちがそこに住みたいんです。もう 島に着いたならば、その島に来るために乗ってきた船を燃やします、帰れないように。アーメンと言います